未来を素敵に思う。私は自分のことをこう周りに表現して話せるタイプじゃないので、こうやって歌手として来れたのも本当に周りのみんなの支えてくれてるおかげで、悩む時もいろいろあるんだけど、でも決して一人じゃないんだっていう思いを感じて前に進んでいけるなって。カナダ生まれの長男スイ、新しいアイスフィールド始まる。